YouTube で勉強法の動画をアップロードしてるんですけども、今回この動画では近代必勝塾の紹介をしていきたいと思います。近代必勝塾はですね、近畿大学があまりに志願者数が増えたために全国各地での入試対策講座ができなくなってしまったんですね。それでも近畿大学は全国の受験生を救いたい。それなら近畿大学の傾向や対策を動画にまとめてしまって、それを全国の受験生に届けようと、そういうサイトなんですね。で、勉強法 YouTuber の僕の観点から言わせてもらうと、近畿大学は同じ偏差値帯の他の大学と比べて少しだけ傾向に癖があります。一つ一つの科目の細かいところは他の動画に任せるとして、この動画では英語と国語と数学、この3科目について簡単にお話ししていきたいと思います。まずは英語です。英語は理学部を除いて全大問7題あるんですけれども、その7題のうち英語長文が絡む設問はたったの2題しかありません。比率に換算すると全体の 38% しか出題されないんですね。これは同偏差値帯の他の大学と比べて英語長文の比重が比較的少ないことを表しています。もちろんその分英文法であったり会話、語彙の問題が多くなってきてるわけですね。ここから言えるのは、近畿大学の英語は知識が非常に大事になってくるということです。続いて国語です。国語は大問1が現代文、2が古文、3番が現代文という構成になっています。この国語のところでお伝えしたいのは、実は英語と同様知識が非常に大切になってくるんですね。国語の知識問題といえば、現代文で言えば漢字、古文で言えば重要単語などがそれに当たります。そして古文の古典文法の問題が直接的に聞かれることはほとんどないんですが、選択肢の中で助動詞などの意味が分かってないと解けないような問題も存在してきます。こういうところからやはり国語も知識の問題が少し他の大学と比べて多いなということが見て取れます。続いて数学です。数学に関しての特徴は超品質の単元が存在するということです。なんと文系理系問わず微積分はほぼ毎年のように出題されています。また2015年度の新課程から導入された整数と複素数平面、文系数学では整数が、理系数学では複素数平面が2016、2017と2年連続で出題されています。新課程の単元は対策がちょっと手薄になりがちですが、こういった傾向からも必ず力を入れておかないといけないポイントだということがわかります。これらのような一つ一つの科目の傾向や対策は下の動画を見れば科目ごとに細かく説明されているので、受験生は最後まで必ずチェックするようにしてください。近畿大学は皆さんご存知の通り日本で一番人気のある大学です。だからこの近代必勝塾で傾向と対策をしっかりと理解して、必ず近畿大学合格を勝ち取るようにしましょう。それでは皆さん、近畿大学でお会いできることを楽しみにしています。